はい、どうも、ジャイです。今日も MJ 打っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。はい、龍が如くカップ。はい。さあ、ジャン制まで行きました。最近なんかそんなになんかあんましやってないので。はい、はい、まあパッと見もう少数紙狙いたいようなハイパイですね。はい、あ、もう無理ですね、はい、まあ無理ではないんですが、もうほぼベイレンドされた時点でもうこれ手切られたら、あの数分連打でもういいラインとかいい、はい、数分連打もできなくなりました。はい、さあ動いていきましょう。ここは本一やチャンタ、まあトーンがあるので、トーン投げてっていう、はい、展開早いですね。はい、ロビンから切っていきましょう。まあペイはほぼ安牌になります。はい、はい、さあこの Q1 の話どきと、まあ最初にシャー切っていきます。はい、ここは無理攻めをせずに、手の流れでいけるならいくみたいな感覚でいこうと思います。はい、さあこの数案が来たことによって、まあ、この手が、いく価値があるの、あ、もう白来たら終了ですね。はい、まあ何も取ってないんですけれども、2枚あるなんかは切っていきたいと思います。はい、はい、リランドも行きます。まあ正直安牌ないんですけど、まあ本当に何が当たるかわからない状態なんで、はい、まあシャーも通ってます。はい、パーピン通ってます。まあここら辺はそうですね、一応切り順なんですけれども、もうリーチシャーが、リーチシャーが切っていて、まあ他の人の安全度によってまたその切り順を変えていく。だから例えば、まあシャーは他の人に通るで、パーピンが後々他の人のテンパイになる可能性があるときはもうパーピンから切っていく。もう今現在当たりだなと思ったらそれはもうちょっと抑えていっていいかなと思うんですけど、はい、さあちょっと旬はまあ第三元がないということで、めっちゃ当たり合い持ってるじゃん。はい、まあ役的にはリーチのみでしたけど、まあ一発で掴んでた感じですかね。はい、はい、トン2局、シャーチャーになります。はい、まあ形としてはまあ6、7、8の3色とか1通が見える形ですね。割と形としてはいい形だと思います。まあ1通になる形がどっちにしろカンチャンが残るということで、まあ両ゾウウソが来ての例えば6球ピンだとまあ理想形かなと。で、まあ、チーワンが来たときは、6、7、8の3色と、1通、まあ、天秤にしながら、その、もう、なんとかして、手とかを切っていって、ちょっと手広く構えて、どっちに移行するかみたいなのを考えながらやっていくパターンですね。はい、トイメンが発を鳴きました。はい、ローピンから先に埋まったので、これはどっちもあると思います。で、まあ、これだったら、はい、ドラが鳴きました、鳴かれました。で、これだったら、C1 が来たらもう急走イーソーを切っていって、6、7、8の3色にする。で、このドラポンなんですけれども、もう時間がありませんということで、僕はそんなに悠長に手を作ってる時間がないということで、
あのこのリャンゾウソウ来たら、あのあ、ポンされた泣こうと思ってたんですけど、ポンされましたね。もう嘘がポンされたので、ちょっともうこの上がりはもうほんとタイヤをのみになってしまいましたが、もうこれはちょっとドラさんがある形なので、ドラさんしかも、親も、初赤がある状態なので、まあ流しに行ってる状態ですかね。はいはい、で、終了です。もう手も足も出ません。いや、パースを切っていけばリャンウソ待ちだったんですけども、結局リャンウソがもう嘘を止めが嫌いつってないと思います。はい、はい、まあ僕としては、親が初と赤見えてて、下茶がドラを鳴いてて、結果的に、上茶が26の出上がり横移動ということは、まあ、結構理想的な展開になります。そして、まあ、ハイパイ、こちらも悪くありません。まあ、トンが厄介ですけれども、この時点では鳴いていかないですね。あのまず頭がないんで、はい。で、まあ、チーピン割るともう、サブロッキューワンとサブロピンの、マッチのいいシャンテンになるということで、はい。まあ、これ9ピン来たことによって、わ、感じた。はい。はい。9ピン来たことによって、今度はトーンが鳴いている感じですね。はい。はい、ちょっと広くいきます。まあこれはチーピン来てもアイコンで泣いていきましょう。はい、3900確定で3ピンが来れば、漫画になるということで、当然9ピンやウーピンも泣いていきます。先ほど3増切ったのは3、4、5の3色あるかなと思うんですが、メンツが足りてるので、3増はいらないと。まあその後4号来て、まあそこから、手を作っていくはちょっと遅いかなと感じて、はい。さあこれはそうですね、一応サブローピンしましょう。まあ上茶がちょっとピンズっぽいんですが、はい。これでまあ3ピンが来れば、漫画になります。はい、ローピンだと、3900になりますね。で、まあ、この形で、結構考えておかなきゃいけないのは、例えば、3ワンとか引いた時にどっちを切るか、9ワンを切るか、ローワンを切るか、3ワンを切るかみたいなのは常に考えながら打っておくといいかもしれませんね。はい、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 お山ですね。はい、まあ僕はラスオヤが残ってるので、一応まだ、チャンスあると。はい、3番が、ドラの3番が統一ハイパイで、ハクが、統一ということで、まあこれも泣いてっていいと思います。まあ、3900でもいいですし、まあ、例えば赤ウーピンとか絡んでくると、漫画になると。はい、であとはまあ初重ねたりして役々っていう形を作るとか、まあ、そういうのができると思います。はい、まあ一応ニャンズを残しましたが、ちょっと 1,2,3 の3色はちょっとないですね。だったらまあピンズのくっつき、マソーズのくっつき、まあ現時点で3ピンが1枚切られているので、はい、まあ、ファーストは9層を切っているので大丈夫という。
まあ、ペンちゃんが2つある状態なので、まあ、そこら辺をどうさばくかという、はいはい、ここで、そうですね、まあ、選択なんですけれども、ちょっとピンズのペンちゃんを払っていきましょう。で、あのピンズの上が切って両面両面の形になったら、両層リスを切っていく。で、3層来たら、とりあえずリーピンを切って、はい、で、箔を泣くのか、それとも、ピンズの上が来て箔を落としていって、ピンフの形にするのかということを考えながら、はい、さあ、いいピン重なりましたが、これで、今度はドラとかが来ても、対応できるという、対応できるというか、はい、はい、まあ、マンズはもう3枚以外いらない状態です。すいません。まあ、白が深いので、どういう状態でしょうかね。はい。もちもちなのか。まあ、この順番になるともちもちも警戒です。はい。対面からディスかかりました。はい。まあ、E ピンは、安全牌になります。対面の。で、まあ、下茶にも通るでしょうという感じです。はい。はい、はい、まあこれは、ちょっと間に合わなかったという感じですかね。はい、まあ丁寧に降りていく感じになると思います。なんならこの白すらも、安全とは限らないんで、この降りてる順目でドラだからといって泣くのはダメですね。はい。さあ、ちょっと、神茶が飛ばしている状態であります。で、まあ難しいのがあんましちょっと、飛ばしすぎていると、今度は、自分が追い上げようとしたときに M リーグだったらいいんですけど。あの飛び終了があるんで、あの逆転する前に他の人が飛んでしまうという、はい、ハイパイ自体は悪くないです。まあ、6球はソーズのカンちゃん、ピンズのカンちゃんの、リアンシャンテになります。さあ、何来ました、何重なりました。一応なんちゃなんで使える状態ですが、まあこの手配からあんまりしないきたくはないと思いますね。で、まあ、これイースを切ったんですけれども、本来なら、ウーピンを切りたいとこなんですが、赤ということで切れないということで、はい、3度切ってきます。で、これ例えば3番来た時に、あ、これはリーチでいいでしょう。はい、リーチ、赤ドラということで、5200からの、リーチになります。で、まあ缶が入っているので、あ、そうですね。はい、一応飛ばない形です。はい。はい。ただちょっと、まあ苦しくはしてしまったかなと思います。はい。ラスメーからの満貫直撃なので、点数的には、これはもう何を積もっても、まあ、1000オールまでは耐えられるけど飛んでしまうということで、逆転が、なかなか難しい状態になってしまったということですね。ただ、羽マン積もれば、変わる点数なので、ちょっとここはもう羽マンを目指していきたいかな。うん、あとは、そうですね、あの飛ばさないように、上がると。まあこれはテンパイレンジャーがないので、はい、さあこれで、一応7、8、9の3色も見える形になります。はい、
で、ここで、一応、チーピンとか来たらテンパになるんです。3ピンとかするけど、テンパになるんですけれども、ちょっと、ここは難しいかな。もうとにかくトップを取りに来てる感じですね。あの、全く染まってなくてもおかしくないです。もうとにかくペイという役があるので、あの、むしろそんなに染まってない可能性もありますが、ただドラの、メンツを切ってるので染まってる可能性もあります。さあ、これで、もう数番は、まあ、3番とか来た時には、はい、これでもし例えば3ピン数ピンを切ってたら、3色の、リッチピンフ3色の先輩になってたんですけど、はい、ミスですね僕の。はい、あそこはウーソーを切って、もう上の3色、あそこでキウソーを切ったのがやっぱちょっと範囲かなと思いますね。はい、ということでありがとうございます。はい、まあ、今回のポイントなんですけれども、まあ、行く時と降りるタイミングを決めるというのが自分の中で、で、まあ、降りたら例えば、ドラを2枚持ってよう3枚持ってようがあんまり色気を出さずに、まあ、そこの降りるかどうかで、まあ、回りながら手を進めるっていう、降りながら、まだ崩さずにっていう、打ち方ももちろんあるので、まあ、そこら辺はちょっとバランスよくと。で、最後のオーラスに関してはちょっと僕的には、急走打ちがもうミスだったかなと、ちゃんと、見えてなかったかなっていう感じです。だから運送打ちで急走行って3ピン数ピン切ってリアムピンにの街に最終形してれば上がれなかったとしても美しい形かなと思います。あれ積もって裏が乗れば、逆転できるので、まあ、まあそこら辺がちょっと、まあ、最後はまあ本当にミスですね。はい、まあ、そんな感じなんで、結構バランスとか、行く行かないとか、その意思を割と持った麻雀をするのがいいかなと思います。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ジャイでした。ありがとうございました。失礼します。